本日、荒巻トカゲでサーモンランができるみたいなので、今日も仲良くやっていきましょう。荒巻トカゲって何ですか？荒巻ガイさんです。ちょっと言い間違えた。間違えたのか。本当に正直言うとちょっとわざと面白いかなと思って言った。そうなんですか？間違えたなら取り直した方がいいのかなって思ったんですけど。もう一回やってみる？大丈夫ですか？いや、取り直す。もう一回やってみましょう、じゃあ。取り直す。はい。イルヤさん。はい。本日、荒巻貝で、鮭ができるみたいなんですよ。うなちゃん。ん？そこは荒巻トカゲだろ。やだ、恥ずかしいから。はい、よろしくお願いします。荒巻トカゲ。あ、間違えた。はい。間違えた。はい、言っちゃった。普通に。うなちゃん、面白いじゃないか。いや、いいよ、いいよ。逆に恥ずかしいわ。流れで言っちゃった、今。荒巻トカゲって。面白かったね。いや、もういい、もういい。全然面白くないから。自分で言うの。いや、面白かったですよ、うなちゃん。いや、俺は大砲撃たせてもらうわ。イエーイ今、取りに来たでしょ。今落とされたうなちゃん。ね、こっちみんな。こっちみんな。ひどいんですけど。落としてないよ。落としてや、うなちゃんが僕。落としてない、落としてない。あ、右。ひなさん、こっち撃っちゃダメ。おい、後ろ来てるよ。後ろ来てる。早く。あ、怖い。なんでこっち撃ってる今、鮭が来てないからって。ちゃんと周り見て、撃ってんの、エラ。まだ来てないんだから、いいだろ。な、まあ、そうだよな。そうだよ。後ろから撃っとくわ。あと、あれ、寄せないと倒せないだろ、これ。ん？これ寄せないとっていうか、こっち向かないと倒せない。やべ、当たってない。やべ、ごめん、みんな。うなちゃん、走る。当たる、一発も当たんない。ごめん。一本経っちゃったんですけど、柱。二本経った。え、そう、二本経った。いや、一発も当たんなかった。ごめんね。おーい、うなちゃん、あれ、タッピーじゃん。今、当たったと思っちゃったんだよ。まさか一発も当たらないとは思わなかったよ。ダメじゃないですか。ほら。やっぱ、うなちゃんじゃなくて、僕が大砲撃たないと。でも、撃ってたべ。うん。ノルマ行けばいいからさ。はい、ここ。はい、倒した。はい。行くないよ。いいね。ブグチュー。そう、そっち側はヒレオさんが大砲でやってくれてるから。そうです。俺はみんなの周りを、僕強いので。倒す。ねえ、こっちも勝ってるからって、おい。こっち、おい、勝ってるからって撃つな。いいだろ別に。シャケだって来てないんだよ。ない勝利。痛い、なんか。はい、ブクチュー、ブクチュー。なんか嫌な気持ちになる。なんか、てか、うなちゃん。今気づいたんですけど。うん。なんで青いんですか？これ俺の感情を表してる。え、ブルーの気持ち？違うよ。爽やかな気持ち。爽やかブルー。あの人何も言わずにどっか行っちゃったんですけど。うなちゃん、敵。うん。なんか返事の答えぐらい欲しかったな。返事の答えって何ですか？あ、俺。一緒じゃないんですか？質問の答え欲しかったな。あ、なるほど。そういうことか。なんか恥ずかしい思いしただけじゃん。俺が。ただ。なんだっけ？ブルーな気持ちだっけ？うん、爽やかなブルー。あ、そうか。爽やかな。爽やかな気持ちだ。そう。うわ。どうした？セイバー塗ったのに。逃げられちゃった。いや、でもね、上から X 楽しいわ。これ倒せないから無視だ。あ、危ない。いや、倒してから撃ってく。うなちゃん弱い、うなちゃん弱い。なんで？うなちゃん弱い。これは打ち返して、雨倒した。うなちゃん弱いんですけど。ねえ、誰か、あ、ヘビ。誰かプレッシャー入ってきてほしいな。ヘイさん、プレッサーいけない？行ってくるわ。ちょっとちっちゃいけど、なんか誰か途中で撃ってやめたのか、うちの。ちっちゃくない？へへ。倒し損ねたんじゃないですか？どういうこと？うなちゃん。はい。やられてますね。助けてほしいんですけど。助けた。よいしょー。ナイスー。あー、怖い。ヘイさんの周りでも助けとくよ。鮭撃って。なんかさ、今回さ、楽だよね。荒巻とかね。
あれなんかトカゲ、あ、なんか言っちゃう。ふなちゃん面白いじゃない。じゃ、言っちゃうんだよ。ふなちゃん面白いじゃない。おい、てか、プレッサー言ってないから。荒巻、荒巻なんでしたっけ？ん、トカゲ。ふふふふ。皆さんさ、プレッサー結局倒せてなかったじゃん。ずっとちっちゃいままだった、あの子。だから行くまでに死んじゃったんですよ。早いな、やられるのが。ふなちゃんが弱いからです。俺強。うな強。ふなちゃん弱いですよ。あ、モグラ。ねえ、モグラ。はい、モグラ。モグラハンターの僕。俺倒したんですけど、モグラハンターさん。てか、僕だよ、倒したの。僕だよ、倒したの。俺だよ。え、僕だよ、僕の方にイクラ来たの。そうなの？そうだよ。イクラじゃないよ。ほんとだよ。モグラだよ。何言ってんの？ヒルさん、モグラのこと、イクラって言ったべ。もうよくわかんない。違うよ。イクラ、倒した後のイクラがこっちに来たから、僕が倒したんだよ。あ、そういうことね。はいはい。なんで通じないんですか、モグラのことを。いつもそうやっても、本当に勘弁してくださいよ。モグラのことをイクラ。モグラちゃんは本当に。わかった、もういい。それ以上言わないで、なんか悲しくなるから。わかったから。ブルーちゃん悲しくなっちゃった。ブルーだよ。それこそ。ブルーだよ。ブルーだよ。やっぱ。そうだよ。爽やかブルーから言ってんだよ。あー、置いてかないで。なんか昭和臭いな、それ。何が？なんか爽やかブルーで。なんか昭和臭がするんです。ヒレオさんって昭和の人なの？うなちゃん昭和の人なの？いやいや、ヒレオさんって昭和の人なのかな？いや、僕はわかんない。なんで知ってんの、昭和の感じが。え、なんか、僕のヒレオかっこママが。あー、ママさん昭和なんだ。うん。へぇー。助けてほしい。ママは何？ヒレママ？うん。ヒレママっていうの。そうだよ。かわいいね、ヒレママ。ヒレママ。まだミルク飲んでんの？うん。3歳だから？そう、粉ミルク。作ってんじゃん、市販で。そうだよ。自分で買ってきて作って飲む。わぁ。え、なんか、てか気づいたらなんかでっかいのいるんだよ。お、勝とうぜ、これ。勝てそうじゃない？今の武器なら。はい、ね、勝てそうじゃない？うなちゃんが強ければ勝てると思います。頑張るわ。いた。うなちゃん今引いてきたでしょ。こっち呼ぶわ、とりあえず。これ、引き寄せてる。大丈夫か？はい。はい。よし。倒して。はい、これ。あ、やばい、うなちゃん。何？バッテリーがない。何の？スプラトゥーン？携帯。携帯？やばい。ヒルさん、携帯使っ、持ってんだ、若いのに携帯。はい、生コフォンですよ。生コフォン？生コフォンの充電が。生コフォンなの？うなちゃん。はい。すごいね、なんか携帯が。これやばい。うなちゃん、生コフォンの充電がないんですよ。充電して、しっかり。何が充電かわかんないけど。待って、ヘビがやばい。アコフォンの充電。ナイス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 。なんかブルブルしてる。ブル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 。ヘビ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 。ヘビ俺がついてきちゃった。ねえ、うなちゃん最低なんですけど。でも俺じゃないついてんの。でも30秒いけるいけるいける。ヒロさんこれいけるぞ。いける。いけるいける。やーっ。やばい。やられなければいける。いけるいける。はい。いくら投げて、いくら投げて。はい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 。いくら投げればいける。頑張ろう頑張ろう。いけるいける。やったイエーイ。お尻にいっぱい注入。ヒロさんがお尻打ってる。よし。あれ、え、うなちゃんだと思ったら違かった。ふざけんなよ。ケツでかいの全部俺じゃねえんだよ。泣いてな！ねえ！怖っ。怒ったんだよ、今。はい、よろしくお願いします。荒巻一人で。はい。あ、青じゃん、味方も。ブルーな気持ち？悲しんでんじゃない？きっと、俺は爽やかブルーだけど。僕はピュアピュアピンクなので。何ピュアピュアピンクって。違う、ピュア。何それピュアピュア。かわいいでしょ。妖精なので。エロエロピンクじゃないの、ヒロさん。はぁ、あ。見っちゃってんですか？うなちゃんだろ。何がうなちゃんだらド変態なの。どこがだ言ってみ。むっつりスケベ。うなちゃんはむっつりだらどう。なんどこがむっつりなんだよ。
なんかもう顔がむっつりだ。ひどいな。顔ダメだよ、言ったら。顔がむっつりだよ。どこが？むっつりな顔ってどんな顔なの？わかんない。どういう顔？うなちゃんみたいな顔だろ。俺の顔はピュアピュア、カワカワ、イエローだよ。何言っちゃってる俺も自分で言っててわからなくなった。エクスプロージャーってよ。うん、ないっすね。じゃこれ。これ倒したいけど、OK。よし。とりあえず送ったのを誰か入れないといけない。持ってかれちゃう、持ってかれちゃう。入れてます、入れてます。はい。裏側にはあるので。はい。大丈夫そう？ダメです。OK、いっぱい倒した、いっぱい倒した。お、勝手についてきた。ゆうちゃんのいっぱいは足りないんです。そう？はい。このいっぱいは、もう。10杯からぐらいだよ。え？あ、いっぱい来た。よし、連れてきてるね。うん、ナイス、ナイス。みんなビッグランしてから連れてくる意識が増えた気がするんだよ、少しは。そうなのかな。そうじゃないのかな。うん、うなちゃんだけじゃないですか、そうなの。まあ、俺は増えたよ、もちろん。うわっ、危ねえ。大丈夫か。ああ、味方だ。大丈夫だよ。ちなみに、俺のスペシャルジェットパックなんで、いつでも勝てます。うわ、ジェットパックなんですか？鬼に金棒です。鬼に金棒？うん、俺にジェットパック。これは何ですか？どういう意味ですか？鬼が、ただでさえ強いのに、はい、金棒を持ったらもっと強えじゃん、みたいな。はい、じゃあ、うなちゃん強いってことですか？そうだ、俺に、ただでさえ強い俺にジェットパックという強いのを持たせたら最強ってことだ。なんかちょっと話よくわかんないんですけど。ここまで聞いてわかんなかったのでね、勉強し直した方がいい。だって、うなちゃん別にそこまで強くないだろ。そっちか！そっちですよ。そっちか！他に何があるってんの？そっちか！そうですよ。俺が弱いか強いかの話か。そうですよ。いや、普通に理解できるかと思ったら。俺が弱いか。そんなわけないでしょ。そうですよ。何言ってんだよ。僕は理解してるんですよ。何を言ってる意味を。じゃあ俺が弱いってことね。はい、わかりました。どうぞ。わかりました。ゆなちゃんは弱いからブルーな気持ちなの。負けて落ち込むみたいな。そうそうそう。いいね。ですぬるま25なのでね。はい、気をつけましょうね。まだ足りてないので。はい、大丈夫ですよ。はい、僕が強いので。あ、でもいけそうだねこれね。すぐ強いので。ナイス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 。普通に強いじゃん、うちのチーム。そうですよ。違う、僕が強いんです。全部手柄にしないでもらって。うちも頑張ってんだから、うちのチームも。みんな違う、僕が強いんですよ。いやいやいや、僕プロフェッショナルなんです。ヒレオさんも強いよ。ヒレオさんプロフェッショナル。ヒレオさんプロフェッショナルだろ。カタパッと倒してよ。え、倒したよ。え？残ってたよ。違う、僕今プロフェッショナルじゃないです。あ、違うんだ。はい、エクスプロフェッショナルのことだと思った。違う。もううなちゃんは本当に分かんないんですから。ひねさん、俺プロフェッショナル見て。どれ？うなちゃんが使うと普通のエクスプロッシャーだよ。丸口が止まらないですね。あ、グリル、どこにいたらいい、どこにいたらいい。グリル一回降りて降りた。登らせないように。そう。えい。すごい賢いので。言われたことはやるので。自分で編み出さないと。これ俺乗るね。あ、危ないんですけど。これ上乗ってるから、上から倒せるよ。はい、止めました。危ない。はい、止めました。はい、いいぞ。で、これ降りてないときついからね、こっち。はい、そう、うまい。で、俺も下降りれば。えい。あー、登れなかった。えい。いや、ナイス。えい。はい、頑張ってるね。いいね。一応、ジェットパックで。やばい。入れちゃおうかな。はい。ちょっとジェットパックしてたらやれた。はい。いろさん頑張ってる。あー、うなちゃん来てからやられちゃったんですけど。ウェブさんだからスペシャル使い放題だよ。いよ。待って、これ俺のとこ来ちゃうから待ってね。上乗るからね、今ね。あ、危ね、危ね、
危ない。はい。ちょっと待って、俺なんか全部俺についてるな。ちょっとよくわかんないんですけど。待って、僕こっち行くから入れて。待って、わかった。でももう一匹、あ、いけるいけるいける。小鮭がえぐ。入れて。入れたいけど小鮭がえぐ。ちょっと待ってね。早く入れないと僕やられちゃうから。入れてる入れてる。入れてる入れた。ヒレさん偉い偉い。ヒレさん偉い。僕偉いんですよ。ありがとう最後。ありがとう。僕偉いでしょ。偉かった今。うなちゃんは偉いけどな。いるいる。いる。いや最後でもナイスだったね。いやボグちゃんボグちゃんボグちゃん。ありがたいわ。で、エクスプロッシャーもね、地面打てば、小鮭倒せたからよかった。